今月23歳になりました、なるみゆいです。もっとたくさん見ていただけるように、自分ももっともっと頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。前のガラスを前に持ってくる。見るためにこれを。そう。小学校6年生の頃に見たのだめカンタービレっていう映画に出演されている上野樹里さんのお芝居を見て、すごく素敵だなと思って、そこから憧れ続けて、そうですね、きっかけはそこだったと思います。はい、洋画になってしまうんですけど、ジョーカーがすごく好きでした。話、内容自体はすごくダーク、暗い話だと思うんですけど、それをなんだかすごく暗く描いてないというか、すごくコミカルなシーンも入れながら、物語が進んでいくのがすごく、なんだろう、自分の中では衝撃的で、最後のシーン、エンディングとかもすごくなんかトムとジェリーを彷彿させるようなエンディングだったんですけど、そことかもすごく好きで、なんだろう、なんかダークなのをダークなまま見せないっていうような映し方がすごく自分の中では好きで、ここ最近見た映画の中では一番、そうですね、一番、もっといっぱいあるんですけど、特に衝撃的だった作品でした。はい、ここで何かやってみてください。何か私にも見るよ。
ですね、足がつるよ。横足まで入ります。足ね、横は入んないな。入んないか。ちょっと足崩せるかな。こっちか。うん。オッケー、じゃあ一応取り付け。マイラブマイベーカーっていう深夜ドラマの作品があったんですけど、そこで本仮屋ユイカさんと一緒にお芝居させていただいたときに、すごくなんだろうな、気持ちがすごい自分のお芝居が通じたような気がして、で撮影が終わった後にゆいかさんからそのお話をしてくださって、すごく気持ちが通じた気がしたっていう風におっしゃってくださった時に、なんかあ、お芝居するのってこういうことなんだなってすごく実感させてもらったことがすごく自分の中で勉強になって、成長できたなと思った瞬間だったので、本当にゆいかさんには感謝だなっていう風に思いました。はい。何かを抱えたキャラクターもすごく興味があるんですけど、このお仕事を始める前にコメディエンヌの方を憧れて入ったので、コメディもすごく挑戦してみたいですし、刑事ものとかでバディとかで下っ端の刑事とかをすごくやりたい気持ちがあって、そういうなんか面白い作品にも出演したいなっていうふうに思ってます。はい。前に寝て、前に寝て、目線にちょっと、こっち見て、ただね、持ってきて、OK、じゃあ行こう。足を触る感じか。ちょっと。で、こっち顔見て。オッケー。うん。見てか。出た。ずっとピース。ピース以外ないんかっていう。他の。違うのか。自分が思い描いていた23歳と違いすぎて、まあ、21歳からもそうなんですけど、20歳超えたら大人になるんじゃないかって思ってたんですけど、全然そんなことがないので、ちょっと23歳に自分の気持ちを追いつかせようっていう気持ちでいるというか、そうですね、どんどん大人になれるようになんか自分から工夫していってるような感じですね。はい。なるみゆいさん、はい、お誕生日おめでとうございます。ベラでドラマデビュー以降、どんどん活躍の幅を広げているので嬉しい感じです。もっともっとスターになったら、俺が育てたら嘘をつくので、笑ってやってください。かけひさんですか？かけ
計算ですか。嬉しい。え、加計さんからですか。え、え、え、加計さんからですか。え、すいません、本当に嬉しい。あ、今開けていいんですか。すいません、ありがとうございます。え、めちゃめちゃそんなことがあるのかという意外の。加計さんは去年の11月にお会いしたきり、まだお会いできてないんですけど。あ、そうです、仮面ライダーで、はい、そうでした。よいしょ。おお、なんだろう。おお、なんだ。あ、ありがとうございます。すごい綺麗なお花いただいてありがとうございます。そうですね、加計さんとご一緒した時が、私あのお芝居をするのが多分初めてだったと思います。はい、ベラで初めてお芝居をしたので、それまではなんか広告の仕事とかミュージックビデオとかは出たことがあったんですけど、初めてそのドラマでお芝居みたいなのはそうだったので、本当にベラのおかげで、なんだろう、共演者と仲良くなることも知ったし、友達もできたし、そうですね、それこそ特殊メイクも初めてさせてもらったし、うん、初めてのホラーだったし、そうですね、なんか初めてだらけですごく新鮮な毎日を過ごしてた記憶があります、はい、もうぜひぜひ加計さんとまたご一緒させていただけるように頑張ります、私も、はい